植木チャンネル。はい、皆さんこんにちは。セクマイセオアジの植木です。今日は、社団法人わをんさんの取材があって、今実際カメラマンさんに取材してもらってます。こんな感じでいいですか？大丈夫です。はい。はい。もうちょっと画面を撮らせていただきますね。はい。まあ、初めての体験です。はい、ありがとうございます。はい。先ほどちょっと写真撮影が終わったところなんですけど、まあ結構緊張して、なんだろう、自分でこう撮ることあるんですけど、カメラマンさんに撮ってもらうことはほぼほぼないんで、めっちゃ緊張しました。で、まあ、その、わをんさんの、ことなんですけど、わをんさんっていう団体が、当事者の語りプロジェクトっていうのをやってまして、いろんな障害当事者で、その、会議を使ってる人の、語りをウェブで載せていくっていう事業をされていて、それで今回自分が、取材を受けさせてもらったっていう経緯なんですけど、自分の場合はセクマイの障害者、ダブルマイノリティとしてのライブフィッシュストーリーであったり、こういろいろなことをインタビュー受けさせてもらって、改めてこう自分のこう人生を語り直して、結構気づくこともあって、結構いい体験だったなと思ってます。インタビュアーのユダさんという障害当事者の方が聞き上手で、安心感を持って喋れたっていうのがすごい大きくて、いろんなことを思い出しながら喋らせてもらいました。で、なんと7時間ぐらいインタビューさせてもらったので、まだね、原稿はいただいてないので、すごく、どんな内容になっているかっていうのが楽しみです。わをんさんの当事者語りプロジェクトについては説明欄の方にリンクを貼りますので、よかったらご覧ください。自分の記事については連載日がまだ決まってないので、また追って連載日が決まり次第ご報告しようと思います。もし興味を持たれた方は、ぜひご覧になって読んでいただきたいなと思います。いろんな方の人生だったり、本音が書いてあるサイトなので、すごく読んでて面白かったです。自分自身、どういう記事になるか楽しみなんですけど、ぜひ、読んでいただければと思います。それではまた、バイバーイ。高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。